はい、お待たせしております。では、お次のゲームでございますが、ピクミン2ですねの、カテゴリーが、ペイオフデプト、デプトですね、こちら、解説の方いらっしゃっております、2名いらっしゃいます。画質テルさんとドッコイフラペチーノさんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。では、まずこのゲームのご説明からお願いいたします。はい、では、一応私の方が、台本を作っておりますのでちょっと読ませていただきます。ピクミン2は2004年ゲームキューブで発売されたピクミンの続編の AI アクションゲームです。ストーリーとしましては、ホコタテ製のホコタテ運送に勤めるオリマーがピクミンの力を借りて不時着した惑星から帰ってきましたが、ホコタテ運送では新人のルイがゴールデンピクピク人参でしたかねを食べてしまいまして、1万ポコの借金を抱えて、そこでお宝をかき集めてこいと社長から目を受け、ルイと共にもう一度ピクミンの星に戻るというのがおまかなストーリーになっております。今回のカテゴリーはペイオフデッド、借金の1万ポコを稼ぐというカテゴリーになっております。奏者の方はジャックさんという方で、このカテゴリーで世界記録を持ってらっしゃいます。記録は、1時間33分14秒で、まあ、前作の違いとしましては、赤青黄のピクミンに加えて白ピクミンと紫ピクミンが追加されています。あと操作キャラが2人いますので、別々に操作して効率的な探索ができるようになっております。あとバージョンの違いとしましては、牛乳瓶の蓋がなんか王冠、北米版の王冠に変わってたり、まあそれに合わせてお宝の価値が高くなっておりますので、今回のランでもアメリカ版が使われています。まあこんなところでしょうか。はい、バージョンの違いについてはテルさんの方から少し補足程度にありますでしょうか。あ、はい、日本語版ですと、その日本語版よりもこのレギュレーションですと北米版の方が5分ほど早い、レギュレーション、バージョンとなっております。ですが、別のレギュレーション 100%、いわゆる全部お宝を回収するオールトレジャーズというカテゴリーにおいては、日本版の方が早くなっております。はい、以上です。なるほど、ありがとうございます。結構ケルさんはどれぐらい RTA 歴があるんでしょうか。そうですね、 RTA 歴、 RTA 自体を始めたのは多分1年前か1年半ぐらい前で、このレギュレーションですと日本版で私は1時間50分30秒で、今22とか21で、オールトレジャーズの方が4時間16分ほにゃらら秒ぐらいで、確か7位とか8位とか、確かそのぐらいの記録ですね。すごいですね。ただそのオールトレジャーズの1位の方が、まあ、ものすごく早いのであ、はい、そろそろ始まりそうですね。あ、切り替わりましたね。タイマースタートはごめんなさい、どのタイミングでしたかね。はい、ニューゲームを、そのこのボタンから A を押したらもうタイマースタートですね。はい、A を同時に押したらスタートで、タイマーストップが、借金返済の、表示があった後の暗転で、暗転のタイミングでタイマーストップとなります。あ、なるほど、あれ、ちなみに少々GC 版と Wii 版の話が出たので、解説しますが、コメントにもある通り、Wii 版では飛ばせないムービーが増えているため、GC 版の早いです。あと、なんか、とりあえずバグ技が使えないため、GC 版よりも、Wii 版よりも GC 版の方が早くなっております。今始まりましたね。はい。グッドラックです。グッドラックです。まず、ムービーが始まります。ここ初日なんですけれども、初日で、初日全滅という技を使います。これは離着してきたオリマーが、ピクミンを少数だけ、引き連れて、まあ、所定の位置に立って、適切な角度で投げることによってピクミンを奈落へ突き落とすというバグ技です。まばたき厳禁です。
しっかり見ていてください。なるほど、適切な角度という難しそうですね。まあ、角度はな正直慣れですね。ああ、なるほど。あ、これはいいか。一匹だけ、はい。一匹だけ伸びるのが理想ですね。で、ここで、ここの角に沿ってで、角度を調整して、あ、今失敗しましたね。あ、成功しました。で、そこで、はい、飛ぶと、はい、これで、初日全滅という、まあ、技を使います。これによって、初日の、チュートリアルをスキップすることができます。これによって、まあ、大体1分ほどの短縮が見込まれます。おいやもう、始まって5秒で、もう技が出ましたね。すごい。さて。初日全滅すると、このようにオニオンから、谷が1個出てきますので、それを引き抜いて、ピクミンを出します。初日全滅の影響で、アコーニオンが、初号機の近くにいたり、ルイが、近くにいたりしますが、あんまり気にしないでください。本当はまだあれですよね。合流してない設定なので、ルイがここにいるはずはないんですよね。そうですね。合流するのか、正面に見える紙袋を潰した時に、まあ、合流するという。ムービーが、まあ、一瞬流れますが、まあ、多分、あまり見えないと思います。で今赤オニオンに赤ペレットをね入れたと思うんですけれども、同じ色のペレットを、同じ色のオニオンに入れると効率よく、数を増やすことができます。はい、でここで赤子チャッピーを、オニオンまで、近づけることで、運搬時間の短縮を見込んでおります。これルイスキップやるんですかね。あ、どうでしょう、やるんですかね。はい、やるっぽいですか。やりましたね。これはどちら成功したのかちょっと微妙ですね。一応ルイスキップという1フレーム、ルイがアコーニオンを発見する、イベントがあるんですけども、それと、そのイベントのフレームと同じフレーム、いよいよ1フレームで、スタートボタンを押すことによって、そのルイが、アコーニオンを、発見するムービーをスキップすることができます。今ちょっとごめんなさい、成功したのかちょっと分かりにくかったんですけども、成功すると大体約10秒ぐらいの、短縮が見込まれます。ユーヨーは1フレームですか？そうですね、そうですね。なので、まあ、あまりやらない奏者さんも多いかなという印象です。まあ、ただトッププレイヤーの方は、まあ、当然のようにやっていますね。あ、これは成功してるようですね、多分。で、次はもう4日目ですかね。そうですね、4日目で、紙袋を増やして、ピクミンを、何匹だっけ、52匹かな、増やして、始まりの毒性、向かいます。と画面の説明しときますかね。じゃあ、左下が、オリマとルイの体力になってまして、その右のピクミンの数が、今、体力、ピクミンの絵が今持ってる、今一番近くにいるピクミンですね。その右の今4になってるのが6になりましたが、それが、今隊列にいる、ピクミンの数になってます。で、その右が、地上にいるピクミンの数かな。で、一番右が総数ですね。ピクミンの総数になってます。で、今、紙袋を潰しましたね。はい。今ので、合流の済んだという形になりますね。で、ここで赤ペレット、5の重さの赤ペレット2つと、10ペレットを1つ、赤ペレット2つ。1プレットかを2つ運んだ後に、少々めんどくさい技をします。
技というか技術なんですけども、卵押しというやつですね。これで、卵をこう、うまい感じにこう、調整することによって、崖の下まで落とすことをします。こうすることで、蜜を吸わせて、ピクミンを花にする行為を、スムーズにすることによって、時間の短縮を見込みます。まあ、成功しましたね、しっかりと。結構慣れたねと、ここ難しいので、やるときはしっかり練習しましょう。普通だとあれですよね、オリマが滑り落ちちゃいますよね。そうですね。なので、まあ、うまい感じにこう、逆りつつ、で、角度もだんだん変わってくるので、しっかりと調整しながら、やっていくことが必要となります。はい。さあ、出るかな？あー、卵虫ですね。これはちょっと。これ潰せないか？すごい運ですが。はいはいはい。ああ、面白いね。こんなイベントで引くなんて面白いな。卵虫は 5% でしたか？そうですね、5% ですね。5% の確率でこういうなんか、まあ、お邪魔キャラですね。卵虫というものが出るんですけども。いやいやいや。一応、はい、3匹以上潰せると、この後、倒す、赤子チャッピーを、倒す、スルすることができるので、時間の短縮見込めるんですけれども、今2匹だったので、そうですね、赤子チャッピーと、ペレットだけですよね。ペレットだけですか。そうですね。でもこれちょっと、全員花じゃないのはちょっと大丈夫ですかね。まあ、多少は大丈夫です。はい。5匹ぐらいなので。で今入ったムービーが本当だったら、最初のお宝を見つけたムービーになりますね。はい、でなんかちょっと電池が映ってたと思うんですけど、本来だったらこの電池を見つけるはずなので電池が映ってるという、なんかよくわからないムービーになってます。はい。ちなみにこのお宝を最初に発見するムービーを地下とかで流すと画面が暗転するという、まあ、小ネタがあります。そうなんだ。だってちょうどいいタイミングで壁が壊れる感じですかね。はい、まあカペレット2つだけしか運んでないので、まあ多少の時間が早くなりましたが、特に問題はありません。はい、今ここでピクミンを投げることによって。洞窟発見のムービーを先に流しておくことで、まあ、大体15フレームほどの、短縮を見込みます。で、今、始まりの洞窟に入りましたね。始まりの洞窟の1階では、お宝を2つ回収します。手前に見えてるみかんのやつと、丘のやつですね。あ、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。意外と猶予があるので。はい。さて、最初のお宝ですね。これが180ポコの面の皮という、お宝になります。みかんですね。みかんですね。半年ほど早いかな。そうですね、時期的には。100ポコの乾きのエンブレムという名前です。セブンアップの王冠ですね。全然なんかあれですよね。英語版と雰囲気っていうか名前の雰囲気が全然違うので、なんかそこら辺もね、まあ、ちょっと時間がね、短いと思うんですけど、まあ見ていただければなかなか面白いんじゃないかなと思います。はい、ここで地球儀に、ピクミンを若干投げつけて、大体まあ10匹以上、まあ大体20匹以下ぐらいにします。こうすることによって、この先に紫ポンガ仕草があるんですけれども、ここで10匹、紫ピクミンを作ります。で、その時に、ピクミンが多すぎると、途中にいるユキコチャッピーに、食われてしまうので、隊列を減らしているという形ですね。今ここで、脱出用の、完結線の、ムービーを流すことによって、紫ピクミンの目が出るのを若干早めたという形になります。これまあ大体6匹以上。今は8匹ですね。6匹から8匹大体、引っこ抜きます。で、途中にいるユキコチャッピーを適当に対処して、地球儀まで向かいます。
はい、ここで、地球儀を使って、あと、雪こぼチャッピーを、2匹回収しておきます。やっぱり紫ピクミンは、このゲームで最強と言われてましたけど、コメントの方でも、やっぱり強いですか？そうですね、はい、まず、一つ強いのが、ホーミング機能があるところですね。はい、適当に投げても、勝手に、敵を追尾してくれるので、倒しやすいというと。あと、1匹で、10の重さ、普通の紫ピクミン以外の、ピクミンを10匹使って運べるような、お宝を、1人で運ぶことができます。これもなかなか紫ピクミンを使う上では、まあ、メリットとなります。で、さらに、3つ目にスタンが入ることですね。紫ピクミンというピクミンは非常に重いので、戦闘に非常に有利となります。で、紫ピクミンでご利用しして、大体早く進むっていうのが、まあ、基本的な戦闘の流れになるのかなというふうに考えていただけたらと思います。はい。で、今回収したのが200ポコのスフィアマップというものになります。これを回収することで、新しいマップの、目覚めの森ですね。目覚めの森。はい、ありがとうございます。に、新しく行くことができます。だって、1日強制終了ですね。はい。できたら、1日が強制終了で、次の日に行きます。まあ、ここで、1日、まあ、強制終了させないような、ちょっとした裏技があるんですけども、これを使って、ピクミン、今、現状できている最短クリア、5日クリアを、することができたり、しなかったりします。まあ、興味の、多分5日クリアの説明する時間はないと思うので、気になる方は調べていってください。すみません、ちょっとここでは解説を省かせていただきます。まあ、2日でできるんですね。そうですね、つい最近、今年かな今年か去年かに、ちょっとバグ技が見つかって。はい。で、目覚めの森ですね。まず最初に赤と紫全部、出して、ピクミンを適当に増やしつつ、黒壁の方に向かいます。その際に、まあ、ちょっと、なんだっけ、梅雨、今出た、ピキマキかな？ピキマキを、はい、出していきます。ここら辺は何匹とかいうの目安はあるんでしょうか？目安というかもう全部決まっているので、はい、ここで、ウジンコ5体、行く途中に2体と、今ここで3体と、はい、あとペレ赤ペレットを、行く途中で2つと、こちらの、もう1個の方で3つ合計5個回収して、大体72匹だったかなを作ることをします、うん、はい。ピキマキはぶら下がってる卵をストローですると、バランスフードとして楽しめるということですけど。おぉ。ルーイメモがね、コメントの方にあります。ありがとうございます。ああ、ありがたいです。コメントでも盛り上げていただいて、非常にありがたいこと。主人公はオスを炒め物に、メスは軽く想定ということで。いやー、主人公は、さすがに食べたくないですね。はい、で、ここでピキマキを、落としておいて蜜を出しておきます。さすがに 5% で2連続で引くことはなかったですね。さすがに、まあ、チャレンジモードではそのなんかね 5% かける2つをねこう粘ってねなんとか記録を出したりとか、地獄のような、はい、まあその話はまた今度、はい、見たことがあります。はい、今ここでピクミンを寄せることによって隊列を細くすることで、ピクミンなるべく多く吸わせることをしております。で、ここで、なんだっけ、こいつ、忘れちゃった。ハオリムシ、ね。あ、ハオリムシ、そうですね。ハオリムシを倒して、けだものの穴に向かいます。だって、72匹ですね。はい。けだものの穴1回ですね。ここが、まあ、ウジンコメスとウジンコオスと、あと、お宝が1つ、ありますので、それらを回収していきます。
主人公に関しては、まあ、途中道中、まあ、適当に、倒しつつ、倒したり倒さなかったり、倒したら、まあ、回収したりという形で、割と流れで、回収しますね。ちなみにメスの方は、攻撃の判定がなくて、オスだけだった気がします。はい、はい、そうですね。はい。お宝ですね。100ポコの栄光の石というお宝です。これ何だったですかね。ファミコンかなんかの十字ボタンだったような気がします。確かファミコンだった気がしますね。はい。はい、地下2階ですね。ここでは敵は出現しませんので、紫ピクミンをもう10匹作って、合計20匹作ります。最初の洞窟はさすがにちょっとね、喋ることがあんまりなくなって、ちょっと無言になってしまうかもしれませんけども、ね、ご容赦くださいませ。あ、地下3階ですね。ここは敵は出現しませんけれども、炎の関係線が、たくさんありますので、赤ピクミンだけで、奥に進んで宝を回収していきます。その際にちゃんと紫は、仕分けしておくようにしときましょう。今現状、赤ピクミンが一番運搬速度が速いので、赤ピクミンだけで、運搬をするようにします。あ、最大、あ、そうですね。最大25匹と20匹をちゃんとうまくつけられるように しましょう。なんか眩しいのかな。これが勝負石でしたかね。B ピンですね。150ポコです。はい。で、こっちが230ポコ。コズミックアーカイブですね。はい、そうですね。ディスクシステムの謎の春雨状がね、ちょっと見えたと思います。ここなんか日本語なの面白いですね。あ、そうですね。同じでしたね。はい。はい。この辺、4階ですね。ここは、左に見えているチャッピー、の中に、一つお宝があるのと、あともう一つお宝があるので、そちら。あ、今回珍しいですね。大体なんか、もっとめんどくさいところにあるんですけれども。はい、で、ここで、全員の、ピクミンを花にします。ここでなんか、花にできていれば、先ほどの、地上とかで、花全部できてなくても問題はありません。エレメンタルフォースというお宝になります。はい、配置、割と良かったですね。はい、だいぶ良かったですね。ここ確かランダムだったと思いますが。はい。洞窟の配置に関してなんですけども、洞窟の配置は、2×31 乗の、だいたい20億通りがあります。その中で、1つ選ばれるという形になります。まあ、ですので、まあ、なんか、ね、低確率であんなかんな、こんなこんな、ひどいことが起こったり起こんなかったりねするんですけれどもね。はい、地下5階ですね。ここはボスの、クイーンチャッピーがいます。ここを、まあ、タイミングよく、クイーンチャッピーにつけることによってワンタンキルできるんですけども、あ、決まりましたね。成功しました。ここは結構、操作によってやり方が変わるんですけれども、海外の方はだいたいその最速でつける方が多いですね。日本の方だとタイミングよく待って、タイミング見計らってつけることによってワンタンキルをすることができます。この回では死骸と、もう一個のお宝を回収いたします。はい、今回収したのがお宝センサープロトタイプですね。ラブテスターという文字が見えると思いますが、これ1969年にラブテスターという、商品名で発売されたものになっておりまして、男女で手を握り合ってね、愛情度を測るっていうコンセプトだったらしいですね。そんなコンセプトだったんですね。任天堂から発売されたらしいですが。任天堂いろんなの
発売してるんですね。はい。あ、そうですね。手の汗とか、なんかいろいろ感じして、っていう、なんか電気抵抗がなんちゃらみたいな話があったような気がします。はい、はい。地上に戻って、次の洞窟、白い花園に向かいます。その際に、赤ピクミンを1匹投げておいて、紫ピクミン、20匹で、こちらの紙袋を潰します。今、赤ピクミンを1匹投げたのは、この後に、シースティックで、隊列に入力することによって、なるべく早く、洞窟発見のムービーを流すことによって、時間の短縮を図るためです。はい、白い花園、ホワイトフラワーガーデン1階ですね。ここでは、お宝1つと1つを回収いたします。道中に宇人公が、オスメスいるので気をつけて向かいましょう。ここの宇人公のオスの脇は、固定なので、ちゃんと位置を覚えておくと便利です。うん、なるほど。たまに事故ったりするの、事故りはしないですけど、たまに食われたりするので、まあ、気をつけて向かいましょう。これワンだとなんか食べられたらもうピクミン助からないみたいな仕様があったような気がします。はい、ワンでは、食われた後上から投げつけることで、助けることはできるんですけども、横から囲んでしまうと、まあ、食われてしまうということがあります、ね。なるほど。なのでワンを、ワンでは、まあ、結構シビアなエイムが問われます。はい。今、入手したのが古代の広告というお宝ですね。シューポリッシュって書いてあったので、なんか靴磨きに使うやつでしょうか。おお。はい、ここ、地下2階ですね。ここもお宝を、ここはお宝2つ回収します。道中に豚どっくりがいるんですけど、豚どっくりは、火を吹くだけですので、赤ピクミンで、赤ピクミンだけで運搬すれば問題はありません。おっとっとっと。1と2では解散の、仕様とかも若干異なっていたり、システィックの仕様が若干異なっていたりするので、まあ、やる際には注意してください。多分2から1に行く方は相当苦しいって言ってます。そうなんですね。今取ったのが100ポコのピュアハートですね。で、これも100ポコ。アラガエヌエンブレムという名前ですね。ドクペの蓋ですか。はい、はい。そうですね。はい。地下3階ですね。ここでは、白ピクミンを15匹作ります。白ピクミンの特徴として、まず、足が速いこと。で、2つ目に、毒があること。3つ目に、地下の、埋まっているお宝を掘り出すことができるという点があります。大体、使われるのが、1つ目と3つ目の、足が速いことと、埋まっている宝を掘り出すことに白ピクミンはよく使われます。RT ではそんなに食べさすことはしません。そんなに。まあ、事故でね、たまに食われてしまうぐらいですか。それは不良の事故としてね。はい。これ、10匹ほど、白ピクミン引き抜いた後、赤ピクミンと、紫ピクミンに交代して15匹投げます。で先ほど、ピクマキを出現させておいたので、そこでピクマキで3つを出して、はい、大丈夫でしたね。白ピクミンを、15匹鼻にして、ここで運搬を入れ替えます。今のも、一番、運搬が遅い、紫ピクミンをなるべく白ピクミンに変えてあげるということができるのが理想です。いやなんかさらっとやってますけど、これも難しいんですよね。この入れ替えとかも。なかなかそうですね。慣れないと、B ボタンのその笛、B ボタンで笛を吹くんですけども、B ボタンの笛を吹くその範囲だったり、場所だったりっていうのが、慣れないとやっぱりちょっと難しい点がありますね。うん、はい。ですので、なるべくやる際は練習しましょう。はい。今撮ったのが粘着機 G という名前ですね。やめてください。なんか確か、英語もなんかかっこよかった気がします。おお、すみません。スーパーストロングテクスタイルみたいな感じだったんです。はい、地下4階。ああ、これは運が悪いですね。地下4階では、日本版では、回収、スルーする、
お宝2つあるんですけども、2つともするんですけども、海外版、北米版では、1つ、90箱のお宝があるので、そちらを回収いたします。そうですね、これは結構悪い配置ですね。確かに、遠いですね。はい。RTA なので、なるべく早くクリアするっていう観点ですと、拠点の近くに、お宝があるっていうのがまあ理想なんですけども、今回は拠点から、まあ、一番遠い位置に、お宝があってしまったので、まあ、運が悪いという感じになります。なるほど。はい、これが、日本版から北米版で差し替えられてる、牛乳瓶の蓋から、多分リップクリームだと思うんですけど、これに差し替えられてますね。リップクリームは多分別の場所じゃないですかね。違いますね。単四電池かな。単四なんですか、今の。なんかすごいデザインでしたけど。あれ、ちょっとごめんなさい。ちょっと、詳しい方はコメントで補足していただけると助かります。サバイバルオイントメント、オイントメントって書いてあって、なんかオイントメントが何個みたいな意味だったような気がします。あ、はい、このボスですね。ヘビガラスですね。はい、引っかかったので、引っかかった場合は最速で紫を投げつけることによって、この順より瞬殺することができます。で、倒した後は、死体に、白ピクミンを、5つ投げます。はい、出ました。この RTA、一番の問題児。出ましたね。まあ、この寝袋を使って、寝袋じゃないのかな。寝袋、探検寝袋ですね。ですね、はい。はい、使って、まあ、ピクミンにね、運んでいただいて、いろいろ悪さをするっていうことが、はい。この後、この後一番大きい技が出るので、はい、なるべく解説するようにします。はい、快眠アシスタントという名前ですね、100ポコです。はい。はい、ここで、まあ、多分一旦セーブすると思います。はい、セーブしますね。ここで、少々運が絡んでくる、バグ技を使いますので、ちゃんとセーブをしましょう。まず、ピクミンを、紫2匹と赤2匹を分離いたします。で、後ろに、赤1匹、紫2匹ですね。はい、投げて、ここで、寝ることによって段差を、あ、ここは少々運が絡んでしまうんですけども、アーニ、頑張れ。ああ、割と運が悪いですね。はい、登れましたね。ましたね、はい、ここ安定するルートがなかなかないです。で、ここで、サイコロを、紫2匹で運んでおきます。で、シーソーを、一旦動かしておきます。で、赤ピクミン一つ、毒壁に投げつけて、その後に、タイミングよく、シーソーに赤ピクミン投げ、オリマを乗せると、このように、シーソーの中に入ります。で、所定の位置から壁の中に侵入して、うまいこと壁際をスルスルと行って、所定の位置に立って、青鬼の向かってダイブして、タイミングよく X を押すことによって、あ、どうだ？成功したか。あー、失敗しましたね、これ。ソフトロックと言われるやつ。これが運ゲー、いわゆる、運ゲーの壁というやつですね。だいたい24分の1ぐらいで、ソフトロックになってしまって、行動不可能となってしまいます。これが、ほぼほぼ、うん、完全な運と言ってしまっていいので、これがあるがために、まあ、セーブをしているという形ですね。あ、なるほどですね。皆さんお祈りください。2回目は成功するようにお願いします。いやー、ここで運はきついですね。ちゃんとやってても運ゲーで負けてしまうというのは。そうですね、ここを勝たないとこの RTA 始まらないのでだから30分ピクミン2の RTA、今のこのレギュレーションは Any% でもう一つ 100% あるんですけども、大体30分始まってからが、ね、本物の RTA スタートと、ね、呼ばれるゆえんではありますね。これ投げて少々先に向こうまで行く原理を解説したいと思うんですけども、まずオリマーが、ただ単純に、奈落に落ちてしまった場合ですと、あ、ちょっと、少々お待ちください。さあ、成功するか。で、ここで奈落へダイブして、タイミングよく X を押すことによって、さあ、どうだ。あ、成功しましたね。あ、よかったよかった。はい。素晴らしい。で、ここで、
アオニオンで、の中で、ピクミンを増やします。で、ここで、残っているピクミンを集めて、白ピクミンを1匹、壁の方に投げておきます。で、ここもまたちょっと少々運ゲーになるんですけども、この壁を登、寝袋を使って、ここの崖を登ります。この際、運ゲー。あ、一発で成功しましたね。お、珍しい。はい、青ピクミン、の、示すと、少々待った後に、ここの崖を登ることができます。ここは、距離と反比例、オニオンに、近ければ近いほど、そちらの方を優先される。要は、今回の場合ですと、赤オニオンと青オニオン、赤オニオンの方が近いため、赤オニオンの方が、優先されて、選択されるんですけども、うまい低確率の方を一発で引くことができました。ひどい時だと、まあ、10回、20回、まあ、連続で赤が引かれるということも、まあ、ありますので、はい。そうなってくると、まあ、リセットとなりますね。はい。ランダムじゃなかったんですね。そうですね。若干の確率がありますね。2分の1ではないですね。うん、今取ったのが、運試しストーンというお宝になります。100ポコですね。はい。はいはい、で、ここで、ヘビガラスの花に入ります。はい、ヘビガラスの1階ですね。ここ、お宝2つあるんですけども、1つだけ回収します。天然チャッピーが持っている方の、ビー玉、でかいビー玉の方だけ回収いたします。もう1つの方は、お宝の価値が低いので、まあ、10ポコしかないのでね。だったら、ボスの死骸を回収した方が高いと。ということで、スルーいたします。うん、道中、人工オスが地味に厄介なので、なるべく壊れないように気をつけて使いましょう。はい、今取ったのが、120ポコのテレパシークリスタルですかね。はい、これと、天然チャッピーの死骸を回収して、次の回へ向かいます。次の回、2回も、2つお宝があるんですけども、価値の高い、イチゴの方だけを回収いたします。で、その際に、白ポンガ仕草が1つあるので、ここで白ピクミンを、5匹ほど増やします。あ、これはちょっと運が悪い地形ですね、だいぶ。水を通って。根性で渡ります。はい。ピクミン気合い入れれば溺れないんで、はい、頑張って気合い入れろっつって登ってもらって、で途中シースティックで適当に敵を寄りつつ最速でお宝の方に向かいます。で白を、なるべく多くくっつけて置きますね。ここで多分ディーラー分離しますよね。多分ディーラー分離して、はい、で赤ピクミンを連れて白ピクミンを増やしに行きますね。もう一回渡ると。この際に、ここの橋、水辺の橋を渡す際に、画面外に移してしまうと、たまにピクミンが溺れるので、しっかりと、お宝がこの橋を通る際は、お宝を、画面内に移しておくようにいたしましょう。こう忘れると、そこそこ悲惨なことになったりします。これが爆裂の実だったと思います。はい。はい。90歩子ですね。はい。ふるさとの味は回収しないですかね。はい、そうですね。おにぎりがあったと思いますが。はい、回収しません。ここは、ピクミンの数が、この洞窟に持っていけるピクミンの数が少ないので、まあ、遅くなってしまうという点と、まあ、お宝が40歩子と安いので、回収はしません。スルーします。はい。日本版だと、まあ、回収するのも、また一挙。ありですね、全然。ここで、ヘビガラス、3体か2体がいるんですけども、そのうちの1体が、お宝持っているので、そちらを倒して、回収します。はい。何の操作もなく倒してしまいましたね。まあ、ヘビガラスの、あ、はい、お宝。あ、
これ肉棒、肉棒じゃねえわ。欲望でした。はい、欲望ですね。っ肉って、はい、肉ですねって言おうとしたら。いやー、深夜だからセンスですね。ごめんなさい。はい、はい、4回ですね。はい。4回は、お宝3つあるんですけれども、そのうち2つお回収します。1つ、2つ、一つは、地上にもともとあるやつなんですけども、もう一つが、上から降ってくる、上からね、なんだっけ、豚、二口どっくりじゃなくて、豚どっくりだっけ、なんだっけ。なんでしたっけ、あれ、二口どっくりじゃないでしたっけ、あれ、二口どっくりでしたっけが、降ってくるので、なるべく右下のお宝センサーを見ながら、事故らないように気をつけましょう。はい、一つ解除するのがこれですね。はい、今、これですね。これ降ってきた、やつが、お宝持ちの敵なので、運んで倒して白ベースで最速で持っていきますね。体より大きいお宝が出てきました。どうやって飲み込んでるんですかね。二口でやってる。あ、すいません、ありがとうございます。二口どっくりですね。ありがとうございます。砂をよく吐かせてから殻を剥いてフライ、生でもいけますということで。生でいけるんですね。さすがに生で食べたくないですね。これがテレパシークリスタルですね。で、二つ目が超磁性体マグナイザーという名前になっております。中日っぽい名前ですね。ミートのスティック。やってしまいましたね。毎回解説入るたび何かやらかしてるような気がします。はい、地下5階ですね。ここは、お宝2つ、お宝、敵持ちが2つあるので、まず、最速でカマドフマに、向かってカマドフマも倒していきます。こいつがいると、お宝の判別が、お宝センサーバグらせてどこにお宝あるのか分かんなくなっ、分かんなくさせてしまう効果があるので、最速で倒します。そこから、また点、ここのステージでは、何体か、点々チャッピーが、点々子チャッピーが、降ってくるんですけど、その中の一人が、2匹が、お宝持ちなので、今、探してながら、なんか、下のセンサーを見ながら探しているんですけども、そいつが持っている、ビー玉を回収します。そこですね。なかなかここも難しいですね。はい。またすごい大きさのお宝が出てきましたけど。はい。一匹落ちた？落ちましたかね？ああ、多分投げた時かな。ちょっとさ、最初のカマドフマとの戦いの時ですかね。ああ。はい。さあ、120円。あれ？どれがどれか分かんなくなっちゃいました。なんかクリスタル系がいっぱいあって。あります。この下の、地下6階、ここをちょっとお祈りください。ちょっと少々、だいぶでかい運が絡んできます。はい。ここで、あ、これはダメそうですかね。ダメそうだな、多分。ああ、スルーしますね。ここで、運が良ければ、落下してくる、てんてんこチャッピーを、回収して、120歩このレンズというものを、回収するんですけれども、日本語版だとビー玉かな、米語版か。米語版を回収するんですけども、今回はちょっと残念ながらするという形ですね。はい。で、ここのボスですね。赤蛇ガラスですね。ここ赤蛇ガラスは最初赤を持って赤を、連打します。で、3回捕食するモーションがあるので、そうすると、シースティックを使って全力で連打します。そうすることで、ワンタンキルできます。今のうちに、白ピクミンを、花に変えておきますね。このボスもなかなか多分初見で苦労した方は多いのではないでしょうか。はい、なかなか手強い。はい。食われましたね。こう、RTA のやってる奏者からしても、スルーする人、結構難しいからスルーしてしまう人もいれば、まあ、攻めて、戦って、解除する方もいらっしゃいます。なるほど。これが正義合金ジャスティス Z という名前ですね。はい。オリマとルイの防御力が上がるアイテムになっております。この体勢ですね。あとん違うか、この体勢この後ですかね。あ、そうだ、ごめんなさい、情熱なんちゃらみたいな。はい、はい、失礼いたしました。
はい、地上パートですね。はい。ここで、まず青だけを連れていきます。青だけ連れて、道中。はい、まずここで、ウジンコメスの方に1匹投げておきます。こうすることによって3匹、1匹で、時間かかりますけれども、3匹のウジンコメスを倒すことによって、後で青を増殖することができます。で、ここで、ハガコチャッピーに、1匹ずつ青ピクミン投げておきます。こうすることによって、青ピクミンと、あと白ピクミンと紫ピクミンで、運ぶときに、青オニオンに、固定で運ばれるようになります。で、紫ピクミン1匹を掴んでおいて、ここに、生まれ宝があるんですけども、ここに紫1匹、白2匹、赤2匹を連れておきます。で、ここで紫に持ち替えて、先ほど、倒しておいた、アフコチャッピーを、1匹。で、白3匹を投げておきます。ここで、ひだまりの実に、1匹投げておいて、赤チャッピーを、倒します。で、赤チャッピーに紫1匹だけ投げておきます。で、ここで、これはなかなか運が悪い。これ、ちょっと赤か青のランダムになるんですけども、2分の1を全部赤で外してしまいました。紫1匹で、運んでおきます。この際に、青ピクミン1匹だけ分離させておいて、鬼ルイは寝袋を使って拠点に戻ります。で、拠点から、鬼まで、紫に、青ピクミンを使って、敵を倒しつつ、青オニオンに、増やすようにします。で、ここで、切り株の、はい、ダッシュ投げで、はい、行きましたね。ダッシュをしながら、寝袋を寝ることによって、ここに、登ることができます。またさらに所定の位置で、寝ることによって、ここの切り株の上に立つことができます。こうすることで、ドミマーダの王国に不法侵入することができます。解説が早口で大変申し訳ございませんでした。あと、ここはね、たくさん喋ることが多いので。そうですね。で、ここで、青ピクミンをなかなか増やしつつ、先ほど倒しておいた、ウジンコメスもしっかり回収して、はい。またから一つ目ですね。はい。170箱の、日だまりの実ですね。はい。で、青ピクミンを回収します。本来だと、デメマダラの王国は、黄色ピクミンがいないと、いけないはずだったと記憶してるんですけど、まあ、ここに侵入したから、はい、色ピクミンはもういらないと。はい、そうですね。このレギュレーションでキーピクミンは出てきません。残念ながら。はい。悲しいですね。あ、ちゃんと 100% レギュレーションの方ではちゃんと活躍しますので、ご安心ください。はい、これが60ポコのヒーリングキャスク。訳したら、癒しの樽みたいな感じですかね。はい、これもあれですね。日本版だと、サトルユーザーなんですけども、北米版で買っているお宝の一つとなっております。で、今取ったのがジオグラフィックシステムで、これで次のエリアの惑いの水源に行けるようになります。はい。さあ、お宝ラッシュですね。これが55ポコのラッパユリの球根ですね。はい。で、ここ、目覚めの森で、回収する予定のお宝は全部回収したので、今からデムマダラの王国に向かいます。はい、素晴らしい不法侵入ですね。裏口から失礼しますと。あ、ここの1階では、お宝持ちのテンテンチャッピーが1匹います。遠い方ですね。そうですね。ここを、拠点まで、引き寄せて、倒していきます。外しているんですけれども、先ほど言ったスン効果によって、テンテチャッピーが行動できないという、効果がありますね。戦闘は紫に任せ。うん、今取ったのが150箱のフォーリーフというお宝になります。宝石系が割と多かった気がしますね、この洞窟は。はい。地下2階ですね。ここでは、一つお宝を回収します。炎の完結線があるので、赤で適当に完結線を、潰しつつ、宝の上にある、お宝を回収していきます。その際に、醤油雲に座れないように、醤油座れる
だ運ばれないように注意しながら。そうですね、危ない。こいつ紫1匹投げることで、確実 100% で、スタンをします。取られてしまったね。また取り返すのにまた時間がかかってしまうの で、 そうです、ね、最初から取られないようにしたいですね、ここは。はい。で、今取ったのが、150ポコのティアストーンになります。あらかじめ、紫ピクミンを投げてスタンさせておくことによって、安全に運ぶことができます。で、ここ地下3階ですね。地下3階は、スルーします。埋まりたからね、確か、オームナイトを、はい、あるんですけれども、まあ、埋まりたからを発掘する余裕はないと、こんな時間の無駄だということでスルーします。はい、地下4階ですね。ここでは、お宝を2つ回収します。上から、マロガエルですね。マロガエルは地下でしか出てこない、来ないので、なかなか珍しいシーンではない。おっと、危ない。はい。で、もう一つあるんですけれども、こっから電気が来るので、なかなか事故率が高いですね。なので、注意しながら、エレキムシ、今ひっくり返したエレキムシという虫を、なるべく丁寧に倒しながら、安全に、運ぶんでいきます。で、今できますね。大金持ちですね。大金持ちを足す。あ、危ない危ない。いや、怖いですね。電気に、いや、怖いですね、これ。電気に触れると即死なので、なかなか緊張するんですよね。で、今、ピキマキがちょうどよく出たので、この間に、ハピクイーンを、花に変えておきます。あ、なんか、お宝回収できてなかったんですね。これは、鉱石生命体オスという名前らしいですね。あ、一つ、取れてなかったですかね。あ、そうですね。拠点に、置いて満足していたというか、多分紫1匹投げれてなかったんですかね。あ、赤ピクミン投げていたので、そこで持ち替えが発生しなかったのかなと。はい。今取ったのが、知られざる、コウと読むのか、イサオと読むのか分かんないですけど、和道開示ですね。はい。次はスルーですかね。はい、そうですね。日本版では開始する方もいるんですけども、北米版ではスルーします。はい、地下6階ですね。ここでは、お宝を2つ回収します。お、これはなかなか運がいい。1つは、ね、はい、近いですね。こいつが持っているお宝と、あともう1つ、お宝が埋まっている、まあ、半分埋まっているお宝を、あ、いいですね。なかなかいい場所に。ただ、ここから、掘り出している間に爆弾が降ってくるので、そいつに注意しましょう。これなかなか、これを知らないと、爆弾で、まあ、40匹、50匹亡くなるという方も。怖い。爆弾と電気には最新の注意を払って進んでいきましょう。はい、150ポコの、エターナルグリーンですね。なんか英語名はエターナルエメラルドアイみたいな感じだったですね。かっこいい。かっこいい。雰囲気だけですけどね。あ、書いてない。日本語名が分かんないです。140ポコの。骸骨を回収します。はい、次がボス戦ですね。まあ、デメマダラの王国と言われるので、まあ、もちろん、ボスはデメマダラです。デメマダラを倒す前に、まず赤ピクミンを上げておいて、隊列を、速度差を利用して、紫ピクミンだけ残るようにします。で、紫ピクミンを、デメマダラを、はい、17匹以上、投げることによって確定で、瞬殺することができます。はい、お疲れ様でした。はい。で、ここで白ピクミンを、15匹以上、はい、15匹ですね。15匹以上持っていって、ハニワの方に向かいます。もう一個宝があります。ここなかなか、RTA だと、瞬殺してしまうので、強さがわからないと思うんですけども、たまーに事故ったりしますので、油断はしすぎないようにしましょう。はい。
僕は言いましたからね。油断しすぎないようにしましょう。コメント欄弱い一色ですけどね。いやあのね、結構事故るんですよね。いや、あの相当事故率少ないんですけども、たまに事故ります。これは本当です。さあ今取ったのが、常勤情熱合金ど根性で、炎に当たってもダメージを受けなくなります。まあワンのラスボスですからね。はい、ワンの、デンマダロは本当に強いです。これは、動画では、私も、まあ、RTA をやって、ワンの方も RTA やってるんですけども、動画では、ワンターンキルする動画たくさんあるんですけども、そこそこやり直しています。はい、これ本当ですね。なるほど。安定を取るんだったら、ちゃんと赤ピクミンを連れていきましょう。赤ピクミンは攻撃力は強いです。はい。埴輪を、ごめんなさいね。埴輪回収して、ここの、エリアではやることをすべて終えたので、まあ、半日しか経っていないんですけども、ここで、別のエリア。また、あれですね。眠りの谷だっけに、はい、戻っていくこととなります。ここで、本当だったら半分返済してたかったですかね、やっぱり。そうですね。先ほど、ヒビガラスの、6階の、レンズというものを回収できなかったので、ここで半分到達しなかったんですけども、北米版、リカバリーを少々することになります。ですが、日本版ですと多分3分ほどかかるんですけども、北米版だとそこまではかからないです。で、ここで、白ピクミン、紫ピクミンを、すべて出して、少々待って、まあ、だいたい30匹、はい、37、8匹を、持って、初日で回収しなかった、電池の方に向かいます。で、初日、電池を掘り起こして、その間に、青ピクミンをすべて、花にします。はい。解説系の動画、見てる方いらっしゃると思うんですけども、それとは少々、ルートが異なっています。新しい、比較的新しいルートですね、ここが。で、ここで、青ピクミンをすべて、花にします。ああ、よかった、出なかった。さすがに出なかったです。ちょっとなんか、普段だと、紫ピクミンを、まあ、4、5匹ぐらい、連れているんですけども、今回2匹連れていかなかったので、ここで、5% のあれを出されると、まあ、少々めんどくさいことになるのかな、という。はい。よかったよかった。さて280ポコのアイトリユキリアクターですね。これを回収すると、本来1日目で回収するはずだったので、まあ強制終了ということになります。このルートの利点というとどのあたりになるですかね。はい、そうですね、まず、5日目の目覚めの森で、通常だったら元々のルートですと、目覚めの森で、青ピクミンをすべて、花にして、こっちに来るんですけども、その手間を省くことによる、メリットがだいたい40秒。で、こちらで、花にする、デメリットが20秒。で、ここから少々ルートを変えるんですけども、このルートの改善によって、まあ、だいたいトータルで40秒ほど、早くなるという、たような利点があります。なるほど。いや、40秒は確かにでかいですね。はい。ここで、紫1匹と、白ピクミン5匹だったかなを、投げ上げておきます。で、その後、白に持ち替えて、適当にいる、コチャッピーを潰して、ここで、白ピクミン5匹投げ上げて、ここで、隊列移動をうまくすることによって、埋まっている、お宝を掘り出しておきます。で、ここで、解散することで、青ピクミンだけで、壁、を破壊しに行きます。で、先ほど、ここで、すべて青ピクミンをつけた後、先ほど上げておいたピクミンを使って、またこの近くにある、お宝を掘り起こしておきます。で、ルイを、使って、ここで、紫ピクミンを、この崖の上に投げ上げます。頑張って。ここは少々難しいです。で、投げ上げて、うまく隊列移動。ああ、ちょっと2匹しか上がらなかった。これは3匹以上が、
マストですね。3匹以上必ず紫ピクミンを、あー頑張れ、あーちょ、もう一回ですね、もう一回チャレンジして、でうまくシーステックを移動して、はい、でここで分離してとことんスクラップを回収して、ルイは寝袋を使って戻っていきます。で先ほど壊して、つけておいた白壁が壊れているので、青ピクミンを完結、水蓋、に、つけておいて水抜きをします。でその間に、投げ上げておいた、紫ピクミンの方に向かって熊木彫りを、回収します。回収するというか回収の手前まで行きます。途中まで運んでおくという形ですね。ここは、ここで紫ピクミンをいい角度で投げることによって、はい、出ましたね。で、下にいる青ピクミンで、速度を加速させて、途中まで運びます。でこの 10匹の青ピクミンの中から1匹、分離させて10匹で、橋を架けます。でこの1匹目の青ピクミンを使って、所定の位置で寝ることによって、あー大丈夫かな、お宝の、はい、ムービーが重なると、一定時間、そうそう受け付けない時間があるので、そこでちょっと、ここで、そうですね、ムービーが連続して重なってしまったため、青ピクミンが、ちょっと少々下に行ってしまったので、ここはやり直しですね。なるほど。今取ったのが、はい、サンサイオとオーバーキルレッドというお互いになります。はい、ここで所定の位置、大丈夫。タイミングが悪いですね。悪いですね。これが、とことんスクラップですね。はい。先ほどの熊木彫りのところをミスったため、大丈夫かな？よし、OK。で、これで、はい、不法侵入ですね。はい。で、先ほど、回収した、舞台を、と、あと、そうですね、今、運んでいる奴らを、連れて、先ほどの洞窟に向かいますと。で、ちょうどいいタイミングで橋が完成します。さすが、見られてますね、はい。そうですね、なかなか、今大丈夫か。なんか、ピクミンが、遅くなってしまったので、隊列からはぐれたピクミンがいるんですけども、大丈夫であると信じたい。はい、なんだっけ、ここは。秘密兵器試練場だっけ。地下の秘密基地です。あ、そうだ、地下。ごめんなさい。地下の秘密基地1階ですね。ここでは、日本版では、2つお宝、2つとも回収するんですけども、北米版では、1つだけかな。回収するのかな、多分。配置がいいと、ここで、2つ回収することもあるんですけども、多分、これは相当配置が悪いので、1つしか回収しないはず。はい、左上に見えてるガムテープは多分スルーするはずですね。これは上かな？そうですね。相当悪いですね。最悪の非常に悪い配置を引いてしまいましたね。ちょっと今回あんまり運が良くないですかね。そうですね。なかなかちょっと運に見放されてる気はあるかなという形ですね。まあ最初の卵虫といい。ハイチューンといい、ちょっと厳しいですね。そうですね。青ピクミンを早期発見するアーリーブルスという技も一回失敗しましたからね。ああ、そうでしたね。アーリーブルスの原理を喋ろうと思ったんですけども、なかなかちょっと時間ができなくて申し訳ございません。今撮ったのが、グリッドコンピューターというお宝になります。あ、違う。芸術テーブルかな。黒電話のダイヤルですね。芸術テーブルですね。はい。はい、地下2階ですね。ここはお宝2つあって、2つとも回収します。途中、サライムシと、桜ラメと爆弾がたくさん、あるので、まあ、非常に、事故率が高い、エリアです。注意してしながら、行きましょう。おー、怖い怖い怖い。いやー、紫ピクミン足りなかったですね。こいつ紫ピクミン1匹投げておくことだけで、無力化できるので、投げておきます。ここ怖いですね。普段岩が多すぎませんか？そうですね。非常に怖いですね。今の、笛は、
今の、お宝最大で運搬できるのは30匹までなんですけども、30匹以上つけて、リーダー分離してしまうと、リーダーから、フリーになってしまうピクミンが出てきます。でフリーになってしまったピクミンが、近くの爆弾を叩いて爆発といったような事故がよくあるので、先ほど笛を吹いて最大運搬数にならないように注意したという形ですね。はい。で今取った、歯車みたいなやつが社員の手本というちょっとブラックなねお互いになりまして英語版だとなんか魂を鞭打つものみたいな意味になります。ちょっとセールストークを紹介していいですか？はい、どうぞ。はい、全銀河の社長さんにおすすめの品、不思議な形が人の心を惑わし思いのままにコントロールできます。社員に与えれば絶対イエスマン、休みゼロ、ボーナスノーサンキューで働くことでしょうということらしいですね。おお、絶対嫌ですねせめて休みをください。はい、地下3階ですね。地下3階では、3つお宝があるんですけど、3つ、回収します。1つはこの、二口どっくりが持っています。少々紫ピクミンがやはりその連れてこれなかった関係上、戦闘ちょっと苦労する場面もありますが、しっかり倒していきます。この二口どっくりは、画面外に、画面内に映さなければ、なかなか索敵範囲が狭いので、なるべく画面外に打っておくことをお勧めします。はい、これがスタビライザーなんで、怪力金具フィックスマンというお宝ですかね。で、こっちが70ポコなのでサイコジャンパーという名前ですね。はい、あと1個かな。はい、そうですね。サイコジャンパーに似たお宝がピクミン1でもあるので、よろしく、気になった方はピクミン1でやってみてください。これがオメガブースターですかね。はい。はい。先ほどのなんか歯車と似ていますが。似てましたね。はい。地下4階ですね。ここで、白ピクミンを、10匹かな ?15 匹かなを増やします。この感じだと10匹だけかな。そうですね。10匹だけですね。で、白ピクミンが合計30匹となっております。これ以上は、このレギュレーションでは増やさない予定ではあります。あ、紫ピクミンも、一応20匹、今20匹のやつも、これ以上増やさない予定ではあります。で、地下に行きます。はい、地下5階ですね。ここは、スルーいたします。日本版ですと、さっき、ヘビガラスなら地下6階が、通れなかった時には、あ、成功しましたね。あ、失敗した。申し訳ない。あ、残念。今の、フレームに、寝袋を使って、うまいことフレームに、乗って、ショートカットすることができます。これ、ショートカットが成功した場合は、10秒の短縮となっております。成功しなかった場合でも、多少の短縮になるので、狙い得ではあります。はい、先ほどのステージは、日本版では回収することもあります。ですが、北米版で回収することはまだありません。うん、ここ、地下6階ですね。ここは、最難関コースの一つと、最難関の一つとなっております。お宝3つあるんですけども、3つとも回収します。桜恨め、爆弾を投げてくる、敵と、今倒したエレキムシという、即死コンボ、に加えて、醤油雲が、たくさんあったり、毒感があったり、さまざまな、トラップによって、数々のピクミンプレイを地獄へ、放り込んだ、クソみたいなステージです。はい、いや、確かに即死は怖いですよね。そうですね。特にこの爆弾が厄介で、はい、爆弾と毒で、醤油雲のコンボで、大体殺されます。それに加えて電気です。はい、非常に嫌です。やりたくありません、本当に。
はい、こうやって、毒にされた後にエレキムシでビリビリビリっつって40匹放り込まれたとかねありますよね。危ないんですかこれは。いや大丈夫ですよこれは。はい大丈夫です。いやいや怖いですねこれは。でも今運びに行ったピクミンは多分亡くなったので、もしかすると2、3匹。あ今、惜しかったですね。今ルイが塗ることによって所有雲のターゲットをお宝ではなくルイにさせることによってお宝の運搬をスムーズに行おうとしたんですけども失敗してしまいましたね。はい、ここで、はい、3させて、はい、あ、相当犠牲となったのです。神社。あ、まあ、合唱ということで。はい。これが毒電波レシーバーですかね。テレビのチャンネルだと思いますが。それは毒電波って言っちゃうのがなかなか黒いところ出てますね。はい。お宝3つ回収して、地下7階に行きます。地下7階もここもなかなか事故要素が多い、多いです。また地下7階、少々、読み込みに時間がかかります。ここで、砲台に乗っている。あー、出ましたね。あー、なんか2体いますね。これ非常に厄介ですね。いやいや、これ、うん、なかなか大変な気がしますけど。大丈夫か。いや、大丈夫ですね。これ、まず、スタンス、この、なんだっけ、名前が覚えてない。タマコキン。あ、そうですね。タマコキンは、スタンしやすいので、紫、で、うまく、スタンさせます。ただ、ここで、スタンさせると、そう、爆弾を誘発してしまいますので、紫ピクミンを、むやみに投げるのは非常に、注意した方がいいです。しかし、ちゃんと返しましたね。めっちゃ怖いですけど大丈夫でしたね。すごいな。で、ここは、お宝2つ、回収する。この地形になると、このなんだっけ、爆弾の、裏桜ウラムかな、違う、なんだっけ、私はが、ごめんなさい、降ってくるので、ここをうまく、誘導して、かわすようにしましょう。こいつもなかなか厄介で、このかわした先にこの固定の爆弾を起発させて死んでしまったとか、たくさんあるので、うん、また、固定タマコキンと、動くタマコキンの、2つから、同時に撃破されて死亡するなど、さまざまな事故要素があるので、ここも最難関コースの1つとなっております。はい。ちなみに、固定タマコキン、から、この CP を、回収するんですけれども、ある確率、1.33% の確率によって、この固定タマコキンが、なくなる。乱数を引くことがあります。ああ、ちなみに私は1回引きました。うん、はい、おすごい今取ったのが300ポコの、サーストアクティベーターというものなんですけど、これが北米版限定のお宝です。そうですね、すごいな、価値が高いですけど、価値自体、日本版の黒い電池も、価値自体は変わりません。重さも変わりません。ただ単に お宝の種類が変わっているというだけになります。はい、白ピクミン少々やれてしまいましたけれども、はい、まあ、少ない犠牲、大事故にならなかったっていう点、まあ、大事故にならなかったので、良かったですね。はい。多分、紫ピクミンが少ないので、紫ピクミンを補充すると思います。そうですね、補充しますね。うん、補充してから、向かいますね。もう一個、辺境の洞窟ですね。ここの、ステージでは、最後の、洞窟となります。で、途中で、熊木彫り、途中まで運んできた熊木彫りを全部、運んで、はい。洞窟に向かいます。スクロール調整ですか？あ、すいません。はい、そうですね。さっき、ブタドックリを、なんだ、誘発、炎を吐くモーションを誘発することによって、安全に、他のピクミンが当たれるようにしております。で、一匹だけ、ピクミンを投げておいて、オケタタラを、地面にさせ、潰しておいて、橋を安全にかけるようにします。今はあれですね、先ほど運んだお宝の回収待ちですね。はい、来ました。
はい。これが木造巨生物、クマキボリという名前ですね。さあ、また、電気のね、アイコンがありましたけど、そこをどうやってかわしていくかですね。即死がありますからね。はい、地下1階。ここは、埋まりのお宝が2つあります。2つとも回収いたします。埋まりのお宝を、発掘した後、地形によっては、そこの上から爆弾が降ってくることがあります。たまにですので、油断して、ピクミン、そのことを忘れると、たまに事故って、まあ、何十匹とお亡くなりになって、ある程度続行不可能となったりするので、お気をつけください。途中、見にくいんですけれども、ユキコチャッピーだったり、ユキチャッピーがいたり、あとは、先ほど今出ていた、おならしという、生物が出るんですけども、オールトレジャーズ、100% の、レギュレーションでは、激ニガスプレーというものを出してくるので、非常にありがたい生物なんですけども、このレギュレーション、ペイオフデビットでは、スプレーを使わないレギュレーションとなっておりますので、レギュレーションというか、スプレーを使わないルートとなっておりますので何も出ません。ただの害虫です。はい、邪魔でしかありません。なるほど。おならしは足部分を塩茹でにして中身をいただきましょうということらしいですね。おならしまで食べるんですね、ルイさんは。いや、明らかに毒でしょ。毒食って毒をなんか危機として食ってるルイさん、さすがですね、やはり。虫の王なので。はい。まあ、なんで虫の王なのかは、ぜひ買ってやっていただいて。はい。君の目で確かめてくれということでね。はい。辺境地下2階ですね。ここは、2つお宝あるんですけども、2つとも回収します。あ、そっちから行くんだ。ここの高台なんですけども、大体の場合ですと、紫ピクミンで、無理やり、取ることができるので、そちらを採用する方が多いんですけども、今回は通常ルート行きましたね。珍しい。ああ、大丈夫か。大丈夫ですか？大丈夫ですね。今の疑惑の判定じゃないですかね。今お宝によっては、潰されることもあります。ですが、お宝によっては潰されないこともあります。なるほど。ここら辺はちょっと、あまり分かってないですね、自分も。今取ったのが幸せの箱というお宝ですね。で、こっちが進歩の証ですかね。85個。そうですね。はい。はい、地下3階ですね。ここもなかなか自己要素の多い、ステージとなっております。電気があったり、あとは少々、見えましたかね、クマチャッピーがいたりとかですね。はい、なかなかね、ここはお宝3つあるんですけども、3つとも回収します。そのうちの1つがこの、こいつ、クマチャッピーが、食べられてしまいましたね。ですが、青ピクミンだけ。あ、毒の白も行きましたか。はい、これが先ほど、白ピクミンの演出の時に喋っていた、毒の演出ですね。はい。ああ、だいぶ食われましたね。食べられましたか。おっと。ですが大丈夫だと信じたい。はい、こいつが持っているやつと、あと、生まれ宝が一つありますね。あともう一つ、お宝があるんですけども。ここの、生まれ宝、宝の中、掘り出した後に、爆弾がたまに降ってきます。ですので、それを忘れて、バーンと、ね、なって、20匹、30匹なくなるということもありますので、お気づけください。今のお宝は、空騒ぎアラームというお宝ですね。はい、さあ、このようにね、降ってきますね。そうですね。それが爆弾の卵だと。はい。爆弾の時もあります。はい。あ、大丈夫ですね。ちゃんと確認しましたね。で、死骸もしっかり回収してと。今のところ、ちょこちょこ事故はありますけど、大事故はないので、なかなか、はい。大丈夫。
大丈夫大丈夫。はい、今のは、燃える芸術という名前ですね。はい。なんか、コッパチャッピーがパニックを起こしてますけど。コッパチャッピーを解除すると、ムービーが流れてしまうので、するので、このレギュレーションでは、仲間にはしません。ここでしか見られない貴重な意見でございます。はい、地下4階ですね。ここではお宝2つあるんですけども、2つのも回収します。ここでは、エレキムシだったり、電気の、障害物があったり、します。なかなか電気にね、注意しながら、確率に倒しながら向かっていくようにしましょう。あ、いいですね。この2つですね。いや、サライムシがいっぱいいますね。いいね、オリマドルイを狙うのは、名前何でしたかね。あ、そう、自分も、ちょっと、なんだっけなーと思って忘れたって。サライムシなんだっけ。あ、そう。ホテツチョウ。ありがとうございます。すいません。今取ったのが思考結晶怒りというお宝です。そうだ、取って土にほかすから、ホテツチョウほかしだったような気がします。確かに。ああ、なるほど。ちなみに、黄金パターンとして、とてつけほかしに、さらわれ、ピクミンがフリーになって、下のエレキムシに、バーンと、やられるというのも、なかなかよくある事故の一つですので、ここもなかなか事故りやすい、回の一つとなっております。はい。走る際はお気をつけください。はい、地下5階ですね。ここは、ミューリンを、何匹かミューリンがいるんですけれども、その中の、1体だけ、お宝を持っていますので、こいつを倒して、お宝を回収します。こういうなんか、なかなか、どこにお宝持ちがいるのかとか、わからないときは、右下のお宝センサーを、利用して、だいたい目星をつけながら、そちらに向かっていくことが多いです。将棋軍はいますけれども、さらわれないように注意しながら、飛んでいきましょう。さあ、鉄人の拳ですね。オリマーと類の攻撃力が強くなります。はい。強そう。ここ、はい、海外版だけなんですけども、テキストが、ちょっと早く、テキストを送ることができます。ミューリンはすぐ茹でるのがいいということですね。おお。はい、ここ地下、6階なんですけども、ここでは、水が多い、ギミックが多い、事故りやすい等々の理由で、スルーが基本的。基本的にスルーします。たまに、回収できる、ルート、地形があるんですけども、だいたい 10% 以下。10% もないな。うん、5%。とか、まあ、そんなもんしかないので、まあ、大体スルーしますね、ここは。はい、地下7階ですね。ここは、お宝2つあるんですけども、2つとも回収いたします。おっと、大丈夫か。あ、大丈夫ですね。もう、上から、落石してくるので、注意しながら、向かいましょう。落石のレベルじゃないですよね、これね。あ、いや、まずい。あ、今のミスりましたね。あーっと、大丈夫か。大丈夫か。今の、持ち替えミスりましたね。青ピクミン、紫ピクミン投げたかったんですけれども、うまく色変換ができずに、青ピクミン投げてしまってスタンさせることができずに、電磁チャッピーを行動させてしまいましたね。で、もう一つのお宝、馬利用宝を、発見して、回収いたします。さて、ここで、はい。電電子チャッピーを。はい。だから一つ目の回収ですね。これが夫婦の絆ですね。はい、で白と青で、はい、この下ね、ボスがいるんですけれども、なかなか難易度が難しいというのと、時間がはかかるというのと、まあ、スプレーなしで、安定するのが難しいということで、ではスルーします。
先ほどの洞窟、地下の秘密基地を、ボスをスルーしました。ここをちょっと喋り忘れてましたね。大変失礼いたしました。ボスはダマグモキャノンですね。日焼けマシンっていう、洞窟を明るくできる お宝がもらえるんですけど、まあ、手間がかかるっていうのと、あれですかね、ムービーが長いっていうのでスルーですかね。はい。はい、日焼けマシンと、あとここの、あれでは、ダッシュ物ですね。足が速くなるんですけども、そんなの、まあ、特にこのレギュレーションが必要ないので、スルーします。採用基準、そうですね、先ほどコメントにあるんです、採用基準に関しては、まあ、大体その1万歩行を集めるレギュレーションの中で、まあ、どれが、効率がいいか、値段に対して時間が効率がいいのかとか、まあ、難易度で、まあ、採用基準ぶれること、まあ、最上位勢にはないんですけれども、まあ、大体、値段と時間がどれだけ釣り合っているのかという形で、考えているとも、考えていただけたら幸いです。なぜか青がね先に到着してますけど、はい、本来はね、青ピクミンここでは仲間になってないはずですので、青ニオンが飛んでくる演出はないということで、青ニオンだけですね。はい、窓の水源ですね。ここでは、地下、2つ、直進の台所と、蜘蛛の根城かなを、はい、2つだけ、攻略します。先に、蜘蛛の根城ですね、今見えてる洞窟ですね。お、イモガエルが飛んできましたが、ちゃんとスルーします。いや、もう終わりですね。あと2つですか。そうですね、あと 20分いかないぐらいで終わると思いますね。はい、はい、ここの1階は、基本的にスルーします。日本版でもスルーすることの方が多いです。まあ足りない時の調整用だったりに お使いくださいませ。はい、地下2階ですね。ここは3つお宝あるんですけども、3つとも回収いたします。1つは、半分埋まっていて、1つは、このイモガエルの、2匹いるイモガエルのうちのどちらかが持っています。これは、お宝センサーで見極めてください。今運んでいるリップクリームも、本来は、牛乳瓶の蓋ですね。ん？違うわ。アイスの棒になっていたりするんですけども、ここでは海外版に差し替えられています。このお宝も海外版で差し替えられてお宝の一つではあります。はい、クリエイティブインスピレーションっていうお宝でしたね。なんか大層な名前してますけど日本版ですと、牛乳瓶の蓋になっています。はい、でこれはリップサービスですね。これも確か差し替えだったんですかね。はい、値段と重さは変わらないんですけれども、形だけ変わっているという形になっています。はい、はい、でこのアヒルを、運んで、このこの階層の最後のお宝となっています。今回は珍しいですね、穴が、こんな遠くにあるのがなかなかない地形ですので、うん、なかなか珍しいものが見えたかなと。これは超存在じゃないですか。そうですね、超存在でしたか。違うか。あれ超存在だったはずだが、あれ違ったっけ。超存在、あれ頭と完全体があったような気がします。ああ、そうですね、確か頭だけが、あれ超存在。ごめんなさい、ちょっと調査不足。ごめんなさい、申し訳ない。超存在ですね。天界地図サイクル。そう、あの全身の方はそうですね。はい、地下3階ですね。ここは、お宝2つあるんですけども、2つとも回収します。この階は、門が、2つだけありますので、それを覚えておくと、RT では便利となっております。そして1つは、生まれお宝ですので、白ピクミンを連れて、はい、見つけましたね。はい、しっかりと、運んでいきたいところです。余談なんですけれども、日本版では、先ほど運んだ、お宝が、半分埋まっている状態だったんですけども、海外版、北米版では、埋まっていない状態から、スタートとなっております。
ここもなかなか電気が、エレキムシがいて、なかなか事故りやすいですよね。今危なかったですよね。はい、なかなかいいディカルトでしたね。今の取ったのが一生の証かな、はい、だと思います。インシンチテスター。こちらもあれですね、スクラップ、重さと価値は変わらないんですけども、形が若干変わっているという、お宝になっています。うん、はい、地下4階ですね。ここは、どうだろう、する。日本版では、3つお宝あるうちの1つだけ、回収することがあるんですけども、ここではどうだろう。回収はしなさそうですかね。しない、スルーする感じですね。はい、今右下に見えているあのメモリアを、回収するチャートもあるんですけども、今回は回収しません。はい、グーベイ版ではだいたい回収しませんね。あ、あ、合唱。さりげなく2匹やられてしまいましたかね。まあそこまで。なんかギミックに当たっちゃったかな。はい、そうですね。炎に焼かれたのと、1匹捕まってしまったんですね。はい、ここでは雲の虹ら、ファイナルフロアとなっております。お宝2つあるんですけども、1つが余っておりますので、先に、チロ11匹以上投げておいて、掘り起こしておきます。もう1匹、もう1つ、ボスが持っている。はい。ダマグモですね。ダマグモ持ってるんですけども、こちらはだいたい紫だけで戦闘します。はい。お、振り払わなかった。で、はい。このように瞬殺します。だいたいその、1回振り払われるんですけれども、振り払われた後に、足に、ちょうどよく、スタンさせることによってダメージが、うまく入って、瞬殺するというパターンもあるんですけども、今回はそのパターンを見られなかったですね。はい、ダマグモは、デメマダラと同じく、2で相当弱体化したボスのうちの1つとなっております。僕は1の RT をやってる時に非常に殺意を覚えました。ふざけんなと。今の取ったのがロイヤルダイヤモンドですね。で、もう一つが、はい、あの鍵という名前ですね。ザ英語版だとね、ザキーですね。はい。はい、これを取ったら、チャレンジモードが解禁されます。はい、そうですね。果たしてどの鍵なんですかね。この雲の根城の4階にある、シャコモドキ、お宝持ちのシャコモドキがいるんですけれども、こいつが消失するパターンというものがあります。だいたい 0.01% だそうです。私は遭遇したことはありません。100% レギュレーションですと、まあ、リセットですね。はい。あ、そうか、出ないと。あ、そうですね。取りようがないですもんね。はい、そうですね。ここで、ヘビガラスの穴6階で、お宝1つ回収できなかったため、ここでリカバリーですね。つぶらけめくじ、ここにつぶらけめくじを倒すことによって、80歩ですかね。なるほど。はい。で、リカバリーします。で、これを運んでいるうちに、最後の穴。食神の台所だったかな。はい、向かいます。宝の名前何でしたかね。確かアクアティックマインだったはずです。で、紫1匹を投げて、あ、これは白ピクミン、はい。紫ピクミン1匹投げて、重い方が、下に行くので、それを利用して、はい、ここを根を、あ、決まりましたね。ここの、はい、寝袋技、だいたい3フレーム。まあ、もうちょい猶予あるかな、もうちょい5、まあ、2、5フレームぐらい猶予あるんですけど、これで、うまく切り株に乗ることによって、電気ゲートがあるんですけども、それらをスルーして向かうことができます。アクアティックマイン。アクアティックマインですね。一発で成功できましたね。はい、食神の台所に、はい、最後のステージに向かいます。
第1回ですね。ここは、お宝一つあるんですけども、スルーして、次の回に行きます。地下2階ですね。ここは、お宝2つあるんですけれども、そのうちの1つを回収します。日本版では、価値が低いので、大体スルーするんですけれども、北米版では、差し替えられているお宝ですので、回収します。今取っているお宝ですね。その際に、パンモトキであったり、人工オスであったりが、出現しているので、それらに、お宝食べられないように注意しましょう。今見ましたね。ここに、先ほど取る予定のお宝があるんですけども、あそこに乗った場合は、本来は黄色でしか取れないんですけども、紫を走り投げすることによって、あのように台の上に、取ることができます。今の、ありがたいですね。じゃあ、いい技を見せてくれました。ありがとうございます。でも、回収はしないという。あ、そうですね。あれは、確か25ポコだった。タイミングクッキーで、お宝価値が安いので。はい。はい、地下3階ですね。ここはお宝2つあるんですけど、2つとも回収します。途中、風船どっくりとエレキムシ、電気と、たくさんギミックがありますけど、あ、大丈夫か。大丈夫だよね。はい。電気に、即死が、まあ、そう。電気には、電気と爆弾、即死には気をつけろということで、はい、注意しながら、進んでください。この風船どっくりに、ピクミンを、なんだ、跳ねられて、吹き飛ばされて、電気で殺されるというパターンがあったし、あっと、これはどうだ？ですね、この回も、2つ本来ならお宝ある、あるよね。多分この地形、うん、あ、あったあったあった。よかったよかった。ですね、何を心配していたのかと言いますと、この、地形、まあ、本来、この通り2つお宝が出るんですけども、だいたい 0.3% ぐらいの確率で、お宝が、危ない。今、電気で起こるところですね。危なかったですね。はい。だいたいまあ 0.3% ほどで、あの、カスタネットが、消失するという事件があります。このお宝ですね。はい。恐ろしい。私は、友達と、RTA の並走しているこの RTA を並走しているときにちゃんと調子を引きました。はい。運がいいのか悪いのかだ。これが運命ディレクターで、はい、そうです、ね。なんだっけ、カスタネットみたいなやつはハーモニクスインセサイザーですね。あ、そうですね。はい。いやー、よかったよかった。ちょっとびっくりしましたね。さっきのエレキムシのところは。なかなか危なかったですね。はい、これでキッチン回ですね。はい。ここはお宝3つあるんですけど、3つとも回収します。1つは、クマチャッピーが持っているので、クマチャッピーを倒します。あ、来ましたね。チビクマをゾロゾロ引き連れてるやつですね。なかなか強いので、皆さんのトラウマと言ってる方も多いのではないでしょうか。はい、ここのステージも、崖上に、お宝がある場合があるんですけども、そちらも本来なら、黄色ピクミンでしか取れない、高台あるんですけども、そちらも、紫ピクミンをうまいこと走り投げで、高台に乗せて取るといったことをすることがあります。はい。今のお宝があれですね、日本版に差し替えられている、日本版と海外版に、ね、はい、差し替えられているお宝であります。はい、今取ったのが、完全不眠時期カフェオレというお宝ですね。マチャッピーは何が怖いかって、体力が回復していくのがすごいスリルがあって怖かったような気がします。そうですね。体力を回復するので、まあ、しっかりと回収するか、はい、さっさと洞窟を行って、奥に進むか、どっちかをする必要があります。はい。はい。地下5階ですね。ここではお宝2つあるんですけども、2つとも回収します。ああ、なるほど。そっち行くのか。はい。ここでは、さまざま、なんだっけ、
また名前忘れてしまった。ふたつくどっくりだっけが、はい、いるんですけども、そちらが、出る、なんて言うんでしょう、目印というものが、この半円の皿の中で、どの色だと出るか、どの色だと出ないのか、といったような、ことがあります。はい、潰されてしまいましてね。この宝を運ぶ際は結構潰されるんですよね。なかなかよくわからないです。いや、これは、おっと、これは多分ちびくまに食われてますね。ん？違うか。潰されてたか。はい、ここのお宝も、海外版と日本版で、差し替えられているお宝ですね。珍しく、はい、海外版の方が、お宝の価値が低くなっております。あ、そうです。ここで、ちびくまに食われていた形ですね。先ほど、ルートをうまく避けたつもりだったんですけど、運搬ルートがちょっと、持っていたのと違ったのかな。なるほど。割と今回は犠牲が多かったですね。あ、そうですね。次の回で、ラストの回想となって、なりますので、まあ、そこまで気にしなくてもいいのかなと。はい、ここ少々お祈りください。はい、吹っ飛びます、たまに。お宝が。たまに吹っ飛びます。大丈夫かな？あ、大丈夫ですね。はい、よかった。はい。目の前に見えてる目玉焼きがあるじゃないですか。あれがたまに吹っ飛びます。何を言ってるのかわからないと思いますが、はい、吹っ飛ぶんです。これは、はい。それしか言いようがありません。はい、ここはお宝、4つかなあるんですけども、4つとも回収します。1つは、オーパンモドキ、が、持っていますね。このパンモドキとの、パンモドキ、今、大丈夫か？あーっと、これは。紫。大丈夫かな？いや、待って待って、それまずいぞ。あ、これまずい。あ、お宝食われましたね。大丈夫かな、これ。多分余裕ないんで、それか、直接倒すそうですね。はい。ああ、なるほど。はい。このパンモドキとの、綱引きの、計算式があるんですけども、ちょっと、ここでは説明を省かせていただきます。ご了承ください。で、すごい。オーパンモドキは、ああ、大丈夫か、これ。あ、なるほど。パンモドキ、回収しようと。大丈夫かな？パンモドキを、運ぼうとしてるんですけども、引っかかって、登れない。ね。これが娘のおやつだったですかね。はい、そうです。確か。はい。さて、ハムですけど、めっちゃ回してる。これがキング肉ですね。はい、そうですね。ここで、さあ、どうするか。お、これでターゲットを変更させたいと思っているんでしょうけども、ターゲット変更してくれるか。さあ、どこ行く？どこ行く？オーパンモドキ。すごいです。フォースアウトしてますけど。これは、なかなか、どこ行くんですかね。そう、この最終盤でなかなか、こういう運ゲーがあるので、はい。ね、まあ、発狂する人は発狂しますね。はい。どこ行った？ああ、なるほど。そこのパンモドキを。違いか。はい。違いを回収します。ちっちゃい方のパンモドキは、何色のピクミンでもダメージを与えること、上からなければダメージを与えることができます。ですが、でかい方の大パンモドキは、紫ピクミンでしか上から投げるときの、ダメージを与えることはできません。うん、なるほど。さて、先ほど回収したのがあれですね、腹渡もどきですね。で、違いは回収しなくてもいいけどね。この最後のお宝を回収して、はい、1万ポコ達成ですね。そうですね。ドリームマテリアです。これは電気を無効にするお宝になります。アンジェリキという、ね。あとは脱出して終わりですか？はい、そうですね。脱出して、借金返済の演出があるんですけども、借金返済の、表示が出た後の暗転でタイマーストップとなります。
こで借金返済。はい。タイマーストップです。はい、1時間40分37秒でしたね。はい、GG です。GG。いやー、そうですね。感想としては、まずその、私がその RTA の解説をするのが初めてでしたので、少々お聞き苦しいところも、まああったと思うんですけども、また深夜で大変辛い、ご視聴だったかなと思うんですけども、最後まで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。私の方もね、本当に、門外漢だったので、解説を応募していただいて、すごく助かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、なかなか、そうですね、喋ることが多くて、その、早口になってしまってね、滑舌もそんなにいい方ではないので、なかなか聞き取りにくかったと思うんですけれども、まあ、なかなかこのゲームを、魅力をもう少し伝えれたらなというふうには思うんですけども、まあ、これから精進していきたいと思います。はい。お二人とも解説の方、ありがとうございました。はい、最後に何か、宣伝等ございますでしょうか。私は特にないです。大丈夫ですか。じゃあ一ついいですかね。はい、宣伝というわけではないんですけども、ピクミンに限らず RTA 界隈は皆様走る人がいないと成り立たない競技となっております。見ている皆様の中にも、もし興味を持った方、ぜひお気軽に走ってみてはいかがでしょうか。以上です。はい、ありがとうございました。画面の方切り替えましたね。それではただいまのゲームはピクミン2。解説はドスコイフラペチーノさんとテルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一旦配信の方を再起動いたします。一時的に配信の方を途切れますが、チャンネルはそのままでお待ちください。